アルゼンチン代表は極度のメッシ依存症に苦しんでいる。今週14日火曜日のナイジェリア代表との親善試合でホルヘ・サンパオリ率いる代表チームはそれを浮き彫りにした。チームアルビセレステはスーパーイーグルスを相手に24の敗北を喫した。南米予選最終節になんとか W 杯出場を決めたアルゼンチン代表だが、彼らに対する疑う。問いは払拭されておらず、ナイジェリア戦でその批判はさらに高まることとなった。そして、その声はチーム内の選手からも出ている。敗れた時でも身を隠さないという自身のスタイルを貫くハビエル・マスチェラーノは試合後、ミックスゾーンに姿を現した。そしてテレビチャンネル、TYC スポーツのインタビューでエフェシートはない。ジェリア戦でのチームのパフォーマンスについてインテンシティの欠如を非難した。集中力をかけば、その付けを払う。私たちが3バックか4バックのどちらで戦っていたかという問題ではなく、インテンシティの欠如の問題だ。後半、私たちは激しさを欠いた。そして彼ら、ナイジェリア、は我々を上回った。前半を20のリードで終えたにもかかわらず、後半に4失点で逆転負けを喫した試合についてエフェシートはそのように語った。サンパオリ政権になってからアルゼンチン代表のストロングポイントは7試合でわずか2失点に抑えていた強固な守備だった。スポーツ。